爆弾も完全に切ることはできなかったようだね。そんな、刺したろ。邪魔はさせません。サツキ、お前は大きな勘違いをしている。その純血、お前が着こなしているわけではない。何を言っている。お前は無理やり袖を通しているだけだ。それだけでも凡人にしてみれば大したものだ。努力は認めよう。だが身の丈に合っていない服を着るのはとても醜いことなのだよ。この戦いに純血を着てきたことが大きな過ちだったのだ。もっともその力を借りなければ私の前に立つこともできなかったろうが。ないい加減なこと言うな。お前の思考は十分楽しませてもらった。